こんばんは、日常演舞です。本日はこちらサラダクラブの彩りサラダとイタリアンミックスサラダを食べたいと思います。こちらはケールとビーツは昔チップスで食べたことありますし、ケールは確か青汁でよく使われてるんですよね。一方のこちらミックス、どんなサラダが野菜がミックスされてるのかな。つまんな。どちらのサラダももちろん低カロリーです。私の苦手なあれは入っていないので体に良さそうです。まあたまにはじゃダメなんですよね。本当はこういったものも食べていかないとね。というわけで、まずはミックスサラダから。緑色がしっかりと輝いているように自分に思います。まあ光めっちゃ当ててるのもあるかもしれません。ではいただきます。刃物の大きさが結構面積が広いので、しっかりとしたシャキシャキという歯ごたえを楽しむことができます。千切りも美味しいんですけど、それとはまた違った美味しさ、味わいがあって毎日食べたくなるサラダだなと思いました。続きまして、こちらケールとビーツ。青汁に使われているケールってことはやっぱ意外のかな。ちょっと不安なんですけど食べていきましょうか。では中に変なことせっかくのせいにむずくて開けみたいになっちゃう。今日は延長できない。ごちそうさまでした。ケールの苦味は若干ありましたけど、そこまでザに食べられないっていうほどではなくて、シンプルにシャキシャキと食べられる葉物野菜になってました。ただ一方でビーツの味もあまり感じられなくて、甘酸っぱさとかそういうじゅわっと広がる感覚もなくて、どこにいるんだろうビーツっていうような感じになってしまっていたのは、商品名が書いている割にはちょっと残念でしたね。あくまでサラダであり、そこまで味を求める商品ではないのかもしれませんが、そのまま食べても美味しいんですけど、毎日食べ続けるにはやっぱりちょっと工夫がいるかなと思いました。工夫はいるのはこちらのイタリアンミックスサラダも同じなのですが、より種類が大きくて少し変化が楽しめるということで、2種類を食べ比べた時、自分はこちらのイタリアンミックスサラダをおすすめします。点数は工夫次第でもっと美味しく食べられるかなということで4点です。それではカツオ宮、この海を、カツオがそんなんだったらもう海がどうなって何言ってるんだし。というわけで、本日はサラダクラブのサラダ2種類を食べ比べてみた動画でしたが、あなたはどちらが気になりました？コメントで教えていただけると、そしてよろしければあなたのおすすめのサラダを教えていただけるともっと嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞主演